はい、こんにちは、ポーカです。今回はですね、アナキン・スカイウォーカースキルマやっていくんですけど、まあね、僕昨日もアナキンの動画上げてるんですよね。で、またかよって思う人もいると思うんですけど、今日はですね、声ありでやっていきたいと思います。声ありでアナキンをしている時、どこを見ているのかとか、こういう状況の時に何を考えているのかとかを喋りながらね、やっていきたいと思います。それでやっていきます。もう一発撮りなんでね、やばいっす、緊張えぐい。あと俺音なしでやってるんで、マジで音が全然聞こえない。やばい、ロングチェンしちゃった。やばい、もうこれね、実はナキン55秒よりも後にやると結構ね、罪なんすよね。1万コイン行くにはもう55秒ぐらいの段階で、ちょっと待って、音聞こえないから、ちょっとフィーバーどこで入るかわかんないな。ちゃんと見とかないとか。やっぱりね、スキル溜まる直前にサブツもね、消すことが重要ですね。よし、ちゃんと繰り越しして40消去、サブツも消してから、これサブツム消すと前ツム降ってくるんでね、サブツム消してスキルクリックをし、サブツム消してスキルクリックをしっていうのがね、主な流れになりますね。サブツム消してスキルクリックをし、これしか基本的には考えてませんね。やばい、これ1万コインいかないの。ナイス、大デカツミ、オッケー、ちゃんと繰り越しして、あ、これ、あ、41からのちゃん、これはいけるね、これたまるよね、絶対ちゃんたまらない、やば、前積み少なすぎ今回。はい、41消去、デカツミキーの花金ってめっちゃデカツミ出るよね。はい、45、サブツム消して、ちゃんとフィーバーインして、おい、ループ、ループ回っていく、もう一回、はい、ちゃんと消して、サブツム消して、あ、消せなかった、まあ、今回はお前ツムいっぱいいるんで、今のもね、ちゃんとボムでね、サブツム消してからスキル発動していますね。で、ちゃんとフィーバーインして、それでサブツム消して、OK、うわー、繰り越しできなかった、失敗しましたね。よし、これちょっとフィー待つか。よし、ちゃんと入ろう、9000コインは行きたい。よし、ちゃんと繰り越しして、いやー、今回毎ツム少なめだな。よしよし、残り10秒でこれか、まあ悪くはない。しまって、よし、9000コインはいったでしょ。よっしゃ、ループして、よし、9000コイン到達。全然参考になってないな、これ。よっしゃ、ループ。うわ、ギリ1万いかんか。うわ、いかないね。あと30。くっそ。いけませんでした。まあ、だいたいこんな感じです。まあ、今回この動画で伝えたかったことは、サブツム、あ、マイツム消して、サブツム消す。はい。それがね、一番重要です。それだけは伝えたかったです。え、で、倍率低すぎね。だって、え、俺、今さっき何コイン稼いでたっけ？9900稼いでたよね。1万です。ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。